しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。今日も大好評企画、アズドラの絵を描いてみようシリーズ、鍵の勇者からユークスさんです。今日も1時間でね、描いていこうと思うんですけど、今日はね、ちょっといつもと違った描き方をね、したいなと思ってて、いつも線描いてから色を塗ってると思うんですけど、今日は線なしの色だけの絵をね、描きたいと思います。なんかいつも同じように描いてても面白くないんで、まあそういう理由で、なので今回はちょっと下書きをね、いつもよりちょっと丁寧に描いております。この上からもう一発書きするので、ちょっとだけ丁寧に下書きをしていきます。ユークスのね、キャラデザイン結構好きなんですよね。っていうかね、フクロウが好きかもしれない。あのカービィにもね、フクロウのキャラがいるんですよ。クーっていう。その子も紫で、中に模様があってみたいな、ちょっと似てるんですよ。だからかな、なんかすごい親近感というか、好きなデザインですね。まあなんか黒が好きっていうか、鳥描くの楽しいっすよね、鳥。あ、下書きを終えて、こっからもう色付きで描いていきます。線がない分、まあそこは時間短縮になるのかなと思うんですけど、まあ色の使い分けだったりも大変になってくるので、どうなるかですね。ここの部分だけ見てるとあれみたいかな、ポケモンの夜のずく。ポケモンの話ばっかりしてるな。だからね、ポケモン描きたいなって思ったんですけど、何がいいかなって思って思いつかなくてやめました。ポケモンだってさ、みんなが知ってるのって言ったらピカチュウかもしれないけど、ピカチュウ描いてるの別に面白くはないよなっていう。まあなんか多分どっかのタイミングでポケモンも描くと思います。前回も言いましたけど、もう鍵の勇者もね、鍵の勇者じゃない、大罪流と鍵の勇者も今日で最終日ですかね。結局私はアムリネアしか行けなかったのかな、勇者は。けどまあ無課金だし、行けないよりはいいでしょうってことで、また次回来た時にね、いつになるかは分かんないですけど、なんかゲットできたらいいなって言ってます。ムリネアもね、あの動画で使った以来まだ使えてないんですけど、もうルーレット生成ってもうパズル上級者にしかできない気がする。
まあなんか色が欠損した時とかは便利なのかもしれないけど、上書きとかもね、自分でルーレット作って自分で自爆するのがすごい目に見えてて嫌だというか難しいっすよね。まあそんな話をしてる間に目ができました。今日も目からじゃなかったっすね。まあ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 、どっから描いたっていいんすよ、絵なんて。このユークスのモフモフ感がたまらない。モフモフしたいな。結構ね、時間に余裕あるかなと思って、あの線画がない分ね、ちょっと時間余裕あるかなと思ってね、めっちゃゆっくりねやってました。でももう30分25分が過ぎて大丈夫なのか。だから途中なんかね、普通に塗りつぶしツールで塗ればいいのに、普通にペンツールで塗ってたりしますね。すごい無駄まあいいんですけど、塗るの好きなんで全然苦じゃないんですけど、ほらこれ普通にね、塗りつぶしツールで塗ればいいんですよ。こんなそしたら1秒で終わるんですけど、まあ時間に余裕ありそうだったんで丁寧に塗っていきます。なんかこうやって見てるとカービィのボスとかに出てきそうだな、知らんけど。あ、コメントでこの間コメントであったのが、お絵かき生放送とかしないんですかっていうコメントがあったんですけど、いやそれやりたいんですけどね、楽しそうじゃないですか。なんかみんなからその場でリクエスト募ってなんか書くみたいな、軽くね、楽しそうだなって思ったんですけど、まあ、今のところねそれをできる環境じゃないので、もうちょっと環境が整ったらやりたいなと思います。足が生えました。ここまでで37分、うん、まあまあのペース、ちょっと急がないとって感じかな。でもこの羽の部分が、この間の、なんだっけ、グレオンの時も言ったんですけど、グレオンの時と一緒で、この、
まあ羽一枚一枚は別々だけど一個じゃないですか。左の羽、右の羽でくくったら、そういうね、やっぱりものってバランスがやっぱりね難しいんですよね、描くときに。他が良くても一個が別の方向を向いてたり、別の方向っていうか変な方向を向いてたり、短かったりするとすぐ違和感になりますから、それがやっぱね難しいんだな。なんか動物って難しいんだなって思いました。このお腹の模様かわいい。線なしで描くとちょっとなんだ可愛めな感じになりますよね。私それがすごい好きなんですけど、ゆるめのイラストになるのでよく私は線なしで描くことが最近多いかもしれない。模様ができてますね。いいですね。あと15分ですが、羽が1枚も描かれておりません。大丈夫でしょうか。さあ、この難関羽。羽。難しいですね。ほぼ一発で描けたかな、珍しく。ペンツールの中にデブレ補正っていうのがあるんですけど、その名の通り手ブレを補正してくれるんですよ、そのペン先のブレを。そうするとある程度ね綺麗な線が描けるんで、こういうなんだ大きいカーブを描くときは手ブレ補正を強めに設定して描いてます。さあ、右の翼完了かな。これでこれをこのままコピペッとコピペ、便利ですね。コピペがなんかズルみたいな感じで言う人はいるかもしれないですけど、コピペは意外ですよ。だって左右対称の方が綺麗に見えるしね。まあ、それは時と場合によりますけど、ちょっと対称じゃない方が綺麗に見える時もありますけど、こういう絵の場合は対称の方が余計な要素がなくて綺麗に見えるんじゃないかな。わかんないですけど、私的にはね。さあ、あっという間に左右の羽と下の背びれ羽もできました。さあ、あと3分ほどで鍵を描いていきます。このユークスの鍵の掛け方っていうかネックレス、おしゃれだよね。可愛く描けたな。やっぱり私はね、線がない方が好きだな。一番気に入ったかもしれない。まだ完成じゃないけど、もう完成ですね。もうすぐ。
はい、鍵も書いて、これで完成です。ちょっと白い羽の部分が飛んで見えないんですけど、こんな感じです。どうですかね、いいんじゃない。私一番好きですね、今まで描いた勇者の中で。残り2体メギットとなんだっけフェルルかも描くと思うんですけど、ちょっとねこっちの方向性でいこうかな。やっぱ可愛い より可愛くなるし、まあ、私目線ですけど、線画がない分色の選ぶのとかも前よりしっかりできるので、クオリティも上げられるんじゃないかなってことで、はい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。 Twitter もフォローしてください。それではさようなら。